はい、こんにちは、豆と申します。お久しぶりが欲しいとお年頃ということで、ときめきメモリアル、夏といえばときめきメモリアルと思ってね、このときめき噛んだときめきメモリアル内でも8月、まあまあこっちではまだ7月なんですけどね、ということで一緒に夏を楽しもうということで、久しぶりにときメモ実況プレイやっていきたいと思います。ということでストレスが最初からやばいですね。寝ときましょうか。これってそう、あのね、前回のことを1ミリも覚えてません前回のこと1ミリも覚えてません。でも健康がにっこりなので、とりあえず寝ときましょう。ストレスがやばいので、おやすみなさい。あーでも平日だった、申し訳平日にはあまり寝ちゃいけないはずなのに。ニュース見ましょうか。待って、デートとかすっぽかさないようにカレンダー先に見ときましょう。あ、修学旅行があんじゃん。これ多分修学旅行だよね。ということは2年生か、今2年生の夏でいいのかな。これなんだろう、あ、バイトですね。そして2学期が始まって、これは、あ、日比谷くんの誕生日にアルバイトが入ってるっていうことですね。へいへいまあとりあえずどっかここら辺で、ね、前回誰とデートしたとかも全く覚えてないので、とりあえず誰かをデートに誘いたいと思います。一応狙い目は葉月くんか鈴鹿くん、うん、にしたいと思います。あのね、なんだっけ、森村くん、森村くんじゃない、誰だっけやばい、確かね、気象ちゃん、気象ちゃんとね、四季様だったかな、は、なんかね、他の実況者さんのね、動画でね、確か見ちゃったので、なので見てない葉月くんか鈴鹿くんにね、行きたいと思うので、とりあえず鈴鹿くんを今回は誘いたいと思います、はい、あ、鈴鹿くん、ブスだ豆のだけど、お久しぶり、お久お元気。どうした、突然かけてくるなんてよ、なんか用か。ちょっと嬉しそうじゃない鈴鹿くん。プール、プール、プール、海行こう。プールじゃない、待って、9月ってもうプール絶対ないよね。あー、ニュース見てくるの忘れた。7日にプールないよね、プールないよね。あ、海行けなかったから、プール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 ってどこ？キャンセルじゃない。どこだっけ？ここだっけ？あった。プールに行きませんか？9月7日に温水プールに行かない？うん。予定もねえし、付き合ってやるぜ。いい体をお見せしていただきましょう。本当？それじゃあ9月7日に公園入り口ね。あ、わかった。お前が誘ったんだからな。遅刻すんなよな。もう1日前から待ってる。うん、気をつけるよ。よし、早く9月7日が来ないかな。久しぶりすぎてさ、誰がさ、どの服が好みとかさ、全然覚えてないんだけど、とりあえず9月になったからニュースを確認しましょう。え？ニュース？じゃないね。これは完全にメールだね。ゲームのテストプレイ。あらあらあらら。サラマンダ、サラマンダってゲームなんかなかったですかね。へえ、試作ゲームのテストプレイのアルバイト募集してみる。噛みますね、毎回。気が向いたら電話して応募してみようかな。これめちゃくちゃなんかステータスが下がるって聞いたので、いや、これはしません。有沢、あ、有沢さん、こんにちは、有沢志保です。せっかくメールアドレスをもらったのに、一応私はあまりこういうやり取りはしないけど、授業でわからないところがあったら聞いてください、勉強の妨げにならないようにしましょうね。はい、千春、ごめんなさい、豆の迷惑かけてごめんなさい。私の両親アメリカにいる、そこに私メールしようとした。あなたのメールアドレス、私の両親と一文字違うだけ。私メール間違って送った、ごめんなさい。しかしあなたからのメール嬉しかった。あなたとても、丁寧なメールを書いた。私感動した。私日本に一人で住んでいる。私日本語ほとんど話せない。私毎日とても不安。日本人優しい。でも私コミュニケーションできない。そして壁ができる。どうしたらその壁壊すことができるかな。私また変なメール書いてしまった。ごめんなさい千春。とにかく日本の一人暮らしに困ってるということだよね。
力になれない。これひどいね。私にできることがあれば力になるよ。うん、これも何かの縁よね。力になってあげよう。まずは自己紹介。私は高校。優しい。それも英文で書いてあげたんですよ。私にはできない。英語が全くわからないから。嵐さんじゃなかった。嵐さんとかいないよ。ときみも3だよ。有沢さんをね、もう嵐さんが好きすぎて見間違えてしまった。ブスダさん、日差しに当たると背が伸びるって本当？夏の間にまた少し伸びたみたい。怖くてまだ測ってないけど憂鬱。有沢さん背が高いんですね。なんと羨ましい。とりあえずニュースを見てと。9月15から12月31日博物館コペペリア文明展。誰か好きなのかな。森林公園の博物館でコペペリア、これめっちゃ早口言葉みたい。文明展開催。未だ全てが謎に包まれている文明。たくさんの石像が発掘されていることから、偶像崇拝による信仰が盛んだったとも推測されている。百聞は一見にしかず、悠久の時を流れるにでしょう。誰だろう。四季様かな。いや、四季様絵とかじゃないからね。どうなんでしょう。じゃあみんな恋してる。あん、焼き芋が美味しいわ。もう何でも美味しい。さすが食欲の秋。手ごわいね。みんな負けちゃダメよ。スタイル趣旨よ。今年の流行りは何といってもベストデートに着ていけば彼氏メロメロよ。それから流行りはオレンジ。うまくファッションに取り入れてね。レオレンジベストね。そんでもってアクセントにチョーカー。チョーカー確かさ、騎乗ちゃんにさもらってなかったっけ。ちょっと服着替えとく。俺初めの服着てんだけど。ダサすぎてびっくりした。オレンジないな。秋でしょ。長袖の方がいいよね。このブラウス着て、これ、鈴鹿くんとデートがあるからスポーティーで行きましょうか。しかもでも上も下もしましまってさ、とんでもなくさ、すっごいブス。すっごいブスな格好だよね。で、オレンジはなかったのでアクセサリーにチョーカー。ちょっと機長ちゃんからもらっちゃったけどさ、チョーカーなんだよな。いや嫌われたらやばいから、さすがに黄色とオレンジってやっぱ違うのかな。でも一応これを着とこう。はい、デートに備えて。何が良かったんだっけ。占い、行楽以外がブーなので何が低いかな。学力低いよね。ということで有沢さんと遊びましょう。よし進めていく。教室でおしゃべりしてたらすっかり遅くなっちゃった。あれ有沢さんだ。有沢さん、メス豚さん。そう、 EVS 変えてたの忘れてた。メス豚さん呼ばれてます。メス豚さん珍しいね。有沢さんがこんな時間まで。ちょっと氷室先生に数学の質問をしていたら、いけない。今何時。今ね、もう夜中の12時ぐらいかな。リアルタイム私の時間今は。予備校に遅れちゃう。有沢さん、ごめん私急ぐから。じゃあね、あなたも早く帰って勉強した方がいいわ。忙しい人だな有沢さん。あー鼻水がめっちゃ出る。あそういえば明日って日比谷くんの誕生日だ。プレゼントどうしよう。確か日比谷くんってさ、ドクロクマちゃんっていうのが好きなんじゃなかったっけ。記憶違いだったらどうしよう。何を買おうかな。ドクロクマちゃんなんてないんですが。羽ばたけし丸分かりガイド絶対違うよね。最新ヒット CD かな。これ好き。ロボ？ボルバビン好き？でも子供っぽいとか言ってさ、待って、絶対どっちかなんだよね。最新ヒット CD。だってさ、流行り物にめっちゃ、日比谷くんね、流行り物好きだし、これにしとこう。プレゼントもバッチリ買ったし、日比谷くん喜ぶかな。いや、でもね、意外とロボットとか好きだったりするかもしれない。日比谷くんは、あ！日比谷くん、野獣先輩どうしたんすか。あら綺麗に呼んでくれるわね野獣先輩。
今日は日比谷くんの誕生日でしょ。はい、プレゼント。先輩からプレゼントをいただけるなんて光栄っす。日比谷家の家宝にして子子孫孫まで伝えていくっすよ。あ、マジっすか。まあ、レコード並みにね、もう CD とか未来は聴かなくなるかもしれないからね。うん、まあまあ、ほら開けてみて。やっぱり先輩はセンスいいっすね。今日から早速使わせてもらうっす。この反応はどうなの。うん、割とか。やっぱあのロボットだったんだね。失敗したわ。はい。あ、日比谷くんだ。怒涛の日比谷くんですね。まだでも会って間もないからそのままに、一緒に帰ろう。先輩の誘いを断らないわよね。日比谷くん。野獣先輩、今から帰るなんすか。そうだよ、一緒に帰らない。すいません、今日はちょっと走って帰る予定だったんすよ。先輩の言うことが聞けないなら明日坊主な。明日坊主で来るんだぞ。そっか、じゃあ頑張って。バリカン持って明日待ってるから。はい、それじゃあお先に失礼します。仕方ない、一人で帰ろうっと。いやー、デートに行きます。え、なんでさ、あ、そっかダッサい格好に戻ってると思ったら、そっかそっか、これスポーティーだよね。オッケーオッケー。で、アクセサリーに、アクセサリーつけれるようなの持ってないから、とりあえず可愛いお花ちゃんでもつけていきましょう。はい、鈴鹿くんだからこれは喜んでくれるはず。待たせちゃってごめんね。いや、俺も今来たとこだ。ちょうどいいタイミングだぜ。え、昔だったらさ、怒ってなかった、遅れたら。本当？よかった。あ、なんか気が合うよな。そうだね。いやー、いいからおかぶれててべ。さ、早く行こうぜ。はい。プールか。お、なんか泳ぐの早そうじゃないか。もしかしてさ、鈴鹿くんスクール水着ですか、それ。そうかな。おう、水の抵抗感じねえようにきちんと作ってやるぜ。なるほど、やっぱ水着はそうじゃねえとな。あ、よかった、この水着にして。よう、お前ちゃんと泳げんのか。泳ぎなら任せてよ。25メートルバタフライで泳ぎ切ってみせるぜ。いや、もう50メートル、もうねお、頼もしいじゃねえか。じゃ、俺と競争しようぜ。絶対負けるわ、私絶対25メートルも泳げないでしゅ。やったね、バッチリ。こいしょ、リアル私は泳げないですね一日が短すぎるよな。ちょっと遊び足りねえ感じだぜ。また誘ってくれよ。もちろん、送ってやるよ。ま、男の責任ってやつだな。これ前から来てた、送ってくれるって。みじんも覚えてない、前回を。ありがとう、わざわざ送ってくれて。いや、別に。じゃ、またな。もう帰っちゃうの？鈴鹿くんに送ってもらっちゃった。はい、やば、めっちゃ鼻水が今週は何ですか。幸楽にっこりなので勉強をね、教えてもらいましょう。メキメキと上がってる今週はバッチリ。メスブタさん、楽しかったわね。また一緒に予習しましょう。うん、お勉強は苦手だけど、メスブタ頑張る。やったね。いやー、久しぶりにときメモするとテンションが上がりますね。はゆきくんだ。まだ呼び方はやめた方がいいから。一緒に喫茶店よーろー。はずきくん、今帰り。あ、ねえ、お茶して帰ろうよ。悪いけど、今回さ、めっちゃ振られるんだけど。そっか、じゃあね。あ、しかもね、葉月くんね、仕方ない一人で帰ろうと絶対ね、名前呼んでくれないんですよ。だからね、 EVS 何にしたかね、全然覚えてないんですよね。ということで、葉月くんをどっかに誘いたいんだが、
どっかに誘いたいんだが、何が好きなんだっけ、葉月くん。はい。あ、葉月くん、ブスだ豆のだけど、修学旅行終わって、秋分の日、火曜日って大丈夫なのかな。いや、やっぱ日曜日にしとくか。修学旅行明けてすぐ、静かな場所が好きでしょ。でもさ、前回森林公園とか行ってたらどうしよう。え、あのさ、もみじ狩りってさ、山だっけ、どっち、動物園、わかんない。もみじ狩りってさ、9月じゃないのかな。9月じゃなさそうだね、ニュースでなかったから。じゃあ博物館興味ないで、もういいや、森林公園で。はい、9月21日に森林公園に行かない。別に構わない。オッケー、じゃあ9月21日に公園入り口で待ってるね。前回森林公園とか言ってたらごめんなさいね。あ、もう1ミリも覚えてないんで。修学旅行に行きまーす。今日から京都奈良へ修学旅行。鈴鹿くんとデートだね。今日は団体行動の日。今は点在する、名所を観光中。明日は自由行動の日ね。誰と回ろうか。ババババン。そう、もうね、日村先生ね、名前の呼び方が定まらなくて、もうやけ起こして効果音にしました。バババンって呼んでもらってます。日村先生、あの、何か。何かではないだろう。クラスで自由行動の予定を決定していないのは君だけだ。ね、もしかしてさ、日村先生と回るの。私、鈴鹿くんと回ると思ってたんだけど。あ、そうでした。仕方がない。今日は私についてきなさい。鈴鹿くん。遠慮しておきます。怒られる。でもね、先生ルートに行くつもりはないの、私。ごめんね。そうか。とにかくしっかりと計画を立てて、有意義な自由行動にするように。え、あのさ、これ断ったら誰と自由行動になるの？鈴鹿くんと行きたいんだけど。やっぱり一緒についていけばよかったかな。あ、一人ぼっち、まさかの。自由行動どうしようかな。一人じゃつまんないから、誰か誘ってみようかな。あ、よかった。鈴鹿くん、私と回ってくれるよね。鈴鹿くんいないかな。あ、鈴鹿くん。おう、童貞です。こんなとこで何やってんだ。あら、卒業しちゃう？ねえ、今日の自由行動一緒に回れない？俺とか。ああ、いいぜ。じゃ、一緒に行くか。よかった、ぼっちじゃなくて今喜び震えたわ。びっくりした。先生とさ、自由行動一日さ、ねえ、バババンって呼ばれながら回るかと思ったわ。あれが金閣寺だね。ガイドブック見なくてもすぐ分かっちゃう。綺麗だよね、あれ。すっげえ派手な建物だよな。なんかあの世みてえな雰囲気だぜ。そうだね。あはは、お釈迦様が出てきそうだね、キラキラしてて。けどよ、偉いやつの考えることはわけわかんねえよな。よくこんなとこ住めるよな。確かに住みたいとは思わないな。俺はこう、もっと地味なとこでいいぜ。じゃ、次行くか。おう。こうして鈴鹿くんと一緒に観光名所を回った。ぼっちじゃなくてよかった。はあ、もうホテルに着いちゃった。今日はすっごく面白かったね。京都満喫って感じで。本当だよな。けどめちゃくちゃ歩き回ったな。疲れたろ。うん、足パンパン、もんでもんで。誘ってくれてありがとな。でよ、あさっての自由行動も一緒に回らねえか。よっしゃよっしゃ。心の中の声。うん、いいよ。よし、じゃああさっての朝ここで待ち合わせな。了解した。いやー、有意義な
4日目は再び団体行動の日、観光名所ぐるぐる回る、ぐるぐる回る。はい、ちょっとごめんなさい、鼻がめっちゃなんか男子の大部屋にぎやかだな。いや、ブサイク。あら、なっちゃん今日もブサイクよ。あ、なっちゃんどうしたの。なんか男子の大部屋盛り上がってるみたいだよ。行ってみよっか。行く行く、もちろん行くわよ。だよね、やっぱ修学旅行の夜だし。いや、なっちゃん大好きだわやっぱ。あ、キジョちゃん。お、自分のも来たんか。お、鈴鹿くん。よう、お前らも来たのか。あら、キジョちゃんと同じこと言ってるわよ。ねえ、みんなで何してんの。見りゃわかるだろ、枕投げだよ枕投げ。お前らもボヤボヤしてると。うわ、腹に今多分入ったクリーンヒットしたね。待って、私さ、ミニゲーム超苦手なんだよ。落ちているのを拾うのが×ボタンで、飛んでくるのをキャッチは多分私には無理だと思うから、キャッチして投げましょう。はい、気合ゲージを貯める X ボタンを押し続けます。はい、気合ゲージ赤の状態で丸ボタンを押すと必殺技 OK。 わかりました、多分負けます私。でも鈴鹿くんがいるから私頑張るよ。えい、よし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 、ちょっと待って、やばい、ちょっとね、貯めるさ。くらえ、男子バスケ部奥義、ナイアガラダンク。かっこいい鈴鹿くん。ちょっと待って、私どこに投げてんの。前に投げて。これ長くない、意外と。よし、貯めて、マックス。帰宅部奥義、再放送最高。韓国ドラマかな。はい、よしいい感じ。長いんだけど、早く先生来て。痛い、やめてやばい。ちょっともう一回奥義出したい。もう一回行くわよ。やばい、なっちゃんのリーディング部奥義、アクロバティックポンポンラッシュ。可愛いんだけど、やめて。うわ、死ぬんじゃないけど、負ける。早く来て、負けちゃう。早く、ヒムロッチ来て。行くわよ。やばい、ポンポン来る。またポンポン来るんだけど。アクロバティックポンポンラッシュ。やめて。負ける。急げ。待って。バカ。反対。行くわよ。なっちゃんのこれめっちゃ強いんだけど。アクロバティックポンポンラッシュ。一定時間動けなくなるからさ、やばい。負けたくない、鈴鹿くん。くらえ、男子バスケ部奥義、ナイアガラダンク。ギリギリで勝ちましたね。はあ、危な。静かにしたまえ、消灯時間はとうに過ぎているはずだ。やばい、先生だ。みんな隠れろ。早く隠れなくちゃ。もちろん。ふっふっふっふ。押し入れの方がいいかな。いや、布団に入るか。誰かのぬくもりをくんか。うわ、誰か先に隠れてたみたい。はぁ、あ、体がくっついちゃう。でもじっとしていないと見つかっちゃうし、心臓の音が聞こえちゃいそう。君たちには高校生としての自覚がないのか。明日に備えて早く休みなさい。行ったみたいだな。みんなもう出てきていいぞ。なっちゃんかよ。もう心の声が漏れちゃったね今。なっちゃんだったの。ブサイク
いきなり飛びついてくるんだもん。びっくりした。ブサイクが飛びついてきたらびっくりするよね、そりゃ。あ、さては誰かさんと間違えたのかな。ドキドキ。ちょっとまさぐりすぎちゃってごめんなさい、なっちゃんの。ね、なっちゃんのなっちゃんがもう最高でした。あれはなっちゃんだったんだ。鈴鹿くん、まだ来てないや。よ、悪い。待ったか。童貞です。待ってないよ。あ、鈴鹿くん、おはよう。あ、おはよう。早く行かねえとバス出ちまうぞ。ぼやぼやすんなよ。おう。今日はどこ？あ、俺土産頼まれてたんだ。ちょっと寄ってもいいか？いいよ、私は八つ橋を食べ回ってるから。うん、いいよ。悪いな。お前もなんか買うんだろ。じゃあ後でな。大好物の八つ橋を、いろんなフレーバーを全部一通り買いに行ってくる。お土産か。鈴鹿くんは何を買うのかな。童貞です。買い物すんだが。俺はもういいぜ。ね、ちょっと笑ってしまうよね。あ、うん。え？なんかすっごい荷物。何買ったの？ん？ああ、部の後輩へのお土産。なるほど、優しいの。俺買って帰る係にされちまってさ。めんどくさいから全部同じもんにしまった。え、それ全部？鈴鹿くんって。いやでも人数多いからな。修学旅行ってほんとあっという間に終わっちまうんだな。わかる。もうね、スキーとね、ディズニーランドだったんだけど、もう時間が早すぎて早すぎて。うん、明日で最後だね。でもほんと楽しかったよね。お、あとは記念写真でも見て思い出にふけるか。でもまたいつか来てよな。新婚旅行かな。そうだね。羽ばたき市に到着。これにて修学旅行は終了。こうして楽しかった修学旅行は終わった。はい、ということで、はずき兄さんとデートの前でここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。バイチー。